ビチャーノさん、ビチャーノさん。ホークス農会ゴルフといえば珍プレーと選手たちの普段着トークが名物。2年ぶりとなった今回大会も大量です。後輩のミスショットをいじる松田選手ですが、それでも元気な松田選手でした。一方でさすがとうならせるショットを見せたのが柳田選手。ショートホールでは見事ワンオン。これをナイスバーディー。柳田選手絶好調。そしておしゃれ好きな方なら選手のゴルフウェアをチェックするのもおすすめ。着こなしや普段のセンスが感じ取れるのも楽しみの一つ。ということで私中谷がファッションチェックしてきました。今日のファッションのポイントを教えてほしいなと思いまして。レッド、レッド、いや、いや、エンね、ゴールド、これですよ今日は。金取りに来てますからと話した矢先にイケポチャ編集でなんとかならない、ならないのそれ。恒例となっているのが侍コスプレをかけたペナルティーホール。歴代中村晃選手、柳田選手、周東選手が着用すると、なぜか翌シーズン活躍するという恥ずかしいけど超縁起物。今年は誰が侍ゴルファーとなるのでしょうか。シーンイリュージョンですよ。そしてオリックス大好き芸人増田岡田の岡田圭介さんをスペシャルゲストに迎えたトークバトル。25年ぶりのリーグ制覇に岡田さんは、ホークスファンの皆さん、9月10月こんな幸せな気分毎年そうですね。もう野球あんま詳しくない福岡県民、多分優勝関係なくこの11月って優勝パレードするもんだと思ってる人、そうでしょ、当たり前のように。セッツさんのね、シーズン始まる前の予想が、セッツさん出してください。ちょっとこちらです。こういう感じでセッツさんはオリックス5位にしてました。本当にセッツさん5位です。すれよ私も5位でしたけど、ね、いやいや、あなたは1位でお願いします。さらにホークス甲斐選手も参戦。今日も遠くのキャノンが出るかこの方が睨んでるでおいヘイキャノンホークス農会ゴルフ2021、30日午前10時から放送です。お楽しみに。見るっけない。